よりスピード感を持ってです、ねえー、地域の公共交通の課題にはです、ね、向き合っていかないといけないなというの思いは大変強く持っております JR 西日本の長谷川社長は、採算の取れないローカル線に対し、1キロ当たりの1日の平均乗客数を示す輸送密度が2000人を下回る路線について、見直しの目安の一つとする考えを示していました。 県内で2000人以下のローカル線は、芸備線や復縁線の一部が当てはまります広島支社の倉原支社長は、輸送密度はあくまで目安として、地域との話し合いなど、改めて続けていきたいとしています。